もしもし？あ、もしもし。はい、お名前は？あ、はい、お名前と匿名で大丈夫ですか？はい、いいですよ、匿名で。あ、はい、ありがとうございます。じゃあその前に好きな配信者と嫌いな人を教えてください。あ、好きな配信者は忍法で、嫌いな配信者は加藤純一です。忍法の何が好きなの？あ、忍法さんが好きで、嫌いな配信者が加藤純一です。だから忍法さんのどういうところが好きなの？忍法さんはなんかもう全部間違ってるところが好きで、なんだろう、何言ってもマジで間違ってるところがなんか癖になってちょっと見ちゃうんですよね。あ、そうですか。で、加藤純一の嫌いなところってどこ？加藤純一の嫌いなところはもう過去の発言と全部矛盾してるし、なんかすぐなんかなしみんに痛いとこ使えても、え、何それ、え、知らないとか言ってずっとごまかしてるし、あと、まあ、過去の発言とずっと矛盾してる加藤矛盾一だからです。あ、そういう加藤矛盾一なところが許せなくて、最近ではなんか大きな大会やって黒人戦とかなんか都とか自分の好みの、ね、女ばっかり呼んじゃって、で横山緑とか絶対呼ばないって はしゃいでる、あの南原清隆とな、あの片桐入りの愛の子みたいな形が許せないことですね。わかりました。はい、じゃあ相談事お願いします。私本当に、あと、まあ、日報さんと横山みどりさん好きなんですけど、スマホの、クリアケース、クリアカバーに久保田学さん の写真を印刷して入れてたんです。はい、それでそれをみんなに、その、まあ、なんでしょうね、みんなに見せびらかしてというか、まあまあ、やってたんですけど、ある時先輩に、なんかそういうの怖いからやめた方がいいよって言われて、その写真のクリア写真をそのクリアケースに入れるかどうかすごい迷ってるっていう状態です。クリアファイルってなんかあったような、なんか暗黒あ、これね、これをみんなに見せびらかしたくなる気持ちはわかるよ。それは奥さん何歳、はい、何歳、あんた何歳？あ、20歳です。20歳？20歳でここに俺のファイルを入れて見せびらかしてたら、そういうのやめた方がいいよっていう、そのバカ先輩、あ、そいつはね、なんで言ったかわかる？はい、え、わかんないです、全然。嫉妬。嫉妬。そう、人気者に対する嫉妬で、こうやって、ね、そう、嫉妬するんだって、どうでもよかったら嫉妬なんかしないじゃん。でも結局こういうね、はい、なんだろう、タレント性のある男に対する嫉妬なんだよ、全部。嫉妬。なるほど。うん、だからそんなものを気をつけない、好きなものは好きでいいじゃんって言って他ときゃいいんだよ。はい、怒ります。はい、もうとろみさんじゃない、ありがとうございます。とろみさんじゃないよね、あなた。あ、違います、声似てますか？え、なんかそんな、なんかと、うん、まあ、ちゃんと、え、好きな、ちなみに好きな女配信の、嫌いな女配信は誰？え、好きな女配信者、え、村の子さん好きで、もう村真子さんって、あの歯茎がブンニーってやって、イノシシのお姉ちゃんみたいな顔した、あのすぐ暗黒帰れって書くと、はい、あなたも来なくていいよってガチってやる、あの髪の毛べったり女が大好きなのね、キツネみたいな。はい、はい、嫌いな人は？嫌いな人あんま見ないんです。あんま女性配信者見ないんですけど。あ、そもそも見ないんですね。 VTuber の、うん、うさだペコラが嫌いです。ペコラ、それについては触れません。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ペコーラって確か、まあ、いや触れないよ。もしもし、あの名前は、ルシファーで。ルシファーさん、じゃあ好きな人と嫌いな人は？